っすね。ね、ドアも閉まって、カムエマイクが来ますけど。あ、すいませんし。ってことで、2ですね。で、このままカムエマイク、ね、そんな小さい時じゃないけどね、私もね、正直大丈夫でしたことですね。間に言ったっけ？っていうことなんで、スタンプをね、押してきたんですけど、こっちの駅は、さっきはね、同じ、これ、さっきと同じ方角になってますけど、あのね、さっきはこっち側が JR で、こっち側が近鉄でしたけど、真っ先駅は逆なんですよ。こっちが JR で、あ、通か。普通はこっちが JR で、こっちがね、近鉄になっているよ、ということなんで、今回は JR の方って言ってたから、こっちにあるんじゃないか。あ、くでいいよと願うんやけど。で、あ、でも、テイクアウトは買えるのか。あ、ある。で、そう、吉村区って出てね、食おうかなと思ったけど、出ては食えないけど、テイクアウトはここにあるんだ。あ、じゃあ、テイクアウトはできるのか。OK、定期も押せば。まあ、順調に。まあまあ、だいぶ順調に待ってきたのかな。あれだけよかな、あれだけよ。よし。ということで、こっから来てないけど、時刻表が、時刻表が出会いとないかな。こっち側にないか。セレブって、しばらくないんですね。お、火の鳥が来た。普通はね、火の鳥止まりますからね。さあ、ということで、次が、ステーキラーメンないんだよな。伊勢市方面しかないか、こっちのホームには。外に出れねえんだよな、今回。どうしようできんねえかな。そこは一応帰るの、ギリ。あ、でももう閉まるか。おお、ほら。おお。ということで、ね、一つ歌わなくて。あ、ここに当たり前に流れてるもんな。すごいな。そう。別に近鉄の方も降りれるんですよね。なので、改札は通ってないですからね。うん。別に近鉄だったらいい。近鉄の、だから、近鉄の方は、駅中にコンビニがあるので、そこは、あ、つか別にそこで使ってもいいんだ。別に大丈夫だ。途中下車にはなってないからな。自分、そこからね。すごいな。こんなのも出てるんだ。なんかいろいろできてんね、通撃も。よし。さてと、次が56分。これからでね、20分 ?25 分くらいしか。あ、逆に言うと、ここの本数にしては多い方ですからね。これね、一瞬もそのメリットのあれですもんね。名古屋駅とかも山駅と全然違う先のが、一瞬書いてあるからなんかちょっと多く見えるだけですもんね。次が19時、ここね、54、56ってなってます。これでは行けないですけど、山も行けないといけませんか。ここはね、でも30分ずつじゃないですか、今日。本当だ、基本的に。ほぼ1時間に1本なんで。大変です。さあ。一応熊野市もね、一本で行けることはないですからね、大変だよね。さあ、一応きりこのパン屋さんも買えるみたいだけど、ギリギリここも買えるけど、
改札やん。どうもそこの吉野家を変えてみたいだな。じゃあちょっともう吉野家で牛丼買って夕飯を買っとこう。ちょっとまだ時間あるけど、まあいいや。よし、直前で買って、ノーリオプレートもシャレにならまあ、吉野家なんですぐできてくるとは思いますけどね。いや、助かった、助かった。この窓口があって助かった。なかなかこういう経験がやっぱり珍しいですけど、あってよかったですわ、あの窓口は。ね。で、一応こっちでね、一応。よっしゃ。まあ、どっちと出てきてしまおう。さあ、神山駅まで戻ってきましたけど、まあ、なんやかんやで予定してたところは全て回れたかなところなんですけど、あれですね、やっぱ入国者、神山駅なんか年々増えてますよね。こんな感じで発着感ももう非常に人が多くなってるんで、うん、なんやかんやなんか JR の利用者数が増えてきてるんじゃないかなっていう感じはなんか裸で感じますけどね、まあ、とりあえずこれでね、いや中近郊のあたりこっちの南側はあとはね、まあ、熊野市とあとは、近鉄で行くね、鳥羽賢島、あっちの方だけね、登って、まあ、鳥羽賢島はね、あれでしたら、実はスペイン村とね、絡めてもいいですし、なんとでもなりますからね。っていうところでね、さあ、どうなっていくのか。まず、スペイン、島スペイン村の、ね、直前対策もね、とかもね、ちょっと作ってくれたいと思いたい。でも、明日しかねえんだよな。なかなかね、強行手段、プランがずっと続いてるんでね、あれですけど、まあ、いろいろとまた、おいおいね、いろいろな動画が上がってくると思いますんでね、また、よろしかったらよろしくお願いしますということでね、まあ、とりあえず今回はこれぐらいで締めようかな。ご視聴ありがとうございました。どういう、あれになってんだろうな。よいしょ。